頼む。 ミレニア様は囲まれているようですね。敵を倒しながら進みましょう。ここは人を狩るのに最適の地。また人間が集まってきた。ふざけやがって。やっちまえ。 超治療と勝負してもらおう。英雄、あなたの力が必要だ。私と共に世界を救ってほしい。目的を果たせたら必ず元の世界に返すと約束しよう。ああ、よかる。私はどうすればいいのですか。 このままでは本来の役目を果たせない。なる。待ちよ。 忍の技を見よう。かっこいいな。おじゃ、私の忍術こそ天下無双として。 協力する。それが今の私の役目なら、生きるために私は戦う。さあ、誰を殺すの。 敵の大将が動かない。私の罠なら引きずり出せる。
大変です。敵の援軍がやってきました。守備は上々だ。ここに攻め込まれるわけにはいかない。南門に罠を設置できぬものか。 イレニア殿、容赦のない戦いぶりだ。味方としてはとても頼もしい。インナー王法、さらば。Well fought, Hayabusa. Well fought. これは真相ってんだ。一つ勝負といくかい。突っ走る。 追いかけても無駄だぜ。じゃな。よこしまなる者を打ち破ったり。敵に勢いがなくなった。次はあの高台を確保するのがいいか。罠を仕掛ければ敵の勢いをそげよう。 罠を巧みに利用するとは面白い戦い方だ。よく育ての母が教えてくれた人間の魂を捧げる術を。母親が人を狩る方法を教える。私の知る家族とは少し違うようだな。 侵入者は排除する。人間を倒し魂を捧げる。 それが私の役目。ミレニア殿も人間に見えるが、私は時人に育てられた存在。彼らに命じられた通りにただ人を狩るだけ。ふぐみはしない。歌方の銀河王法、さらば。もののふ桜花が相手だ。 敵と見た。守備は上々か。責任を果たす。基本だけどすごいこと。
これでいい。因果応報、さらば。なんという強さ、私ではとても叶いません。我に資格なし。次はどこへ行くの？どの敵を狩るの？ミレニア殿。ええ。うん。そう。